2024年4月22日から5月10日にかけて南シナ海などにおいてフィリピンのマルコス大統領やテオドロ国防相らが参観する中で実施された、アメリカ軍とフィリピン軍の合同軍事演習バリカタンに、韓国の現代重工用が建造してフィリピン海軍に引き渡した。フリゲート艦ホセリサールが参加したとして韓国メディアが大々的に報じたよ。ホセリサールは2020年に7月にフィリピン海軍に引き渡されたフリゲート艦で、韓国海軍の仁川級フリゲートをベースとして現代重工用によって建造され、2021年には同級2番艦のアントニオ・ルナも現代重工用が建造してフィリピン海軍に2隻が就役しているな。今回はそんな韓国が建造したフィリピンのフリゲート艦が米非合軍事演習に参加した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ホセリサール級フリゲートについて公開されている要目としては、艦体サイズが満載排水量2600トン全長 107.5 メートル最大幅 13.8 メートル喫水 6.9 メートル乗員65メート。ベースとなった仁川級フリゲートより一回り小さく、搭載されている機関は、MTUSTX-12V1163TB93 ディーゼルエンジン4機による CODAD 方式で、2軸のスクリュープロペラによる最大速力は25ノット程度とされているよ。また、搭載が発表されている兵装は、主砲として62口径 76mm 単装砲一門は仁川級と同じであるほか、トルコのアセル3製の SMASH30mmRWS リモートウェポンシステム、リモートウェポンステーション遠隔操作式重火、1機と韓国製 K62.7mm 単装機14艇などが搭載されているんだ。また、対空兵装にはフランス製のミストラルタン SAM 近距離艦対空ミサイル連装発射機2機を備えている他に、近接防空システム CIWS1 機と対空ミサイルが装備される垂直発射システム VLS8 セルが搭載されることになっているようだが、現時点では後日装備として搭載されていないぜ。その他の兵装としては韓国の国産艦対艦ミサイルである海星 SSM 連装発射塔4機と 324mm3 連装単魚雷発射艦2機を備えているな。後部にヘリコプター用飛行甲板があって対潜哨戒ヘリコプター AW159-1 機が搭載され、搭載艇として複合型ゴムボート RHID モニ艇も搭載されていて、これを用いて海上での臨検などの任務にもつくことができるね。また、電子戦への対抗手段として NS9300A 電波妨害装置1機 CGuardDL12TMark137 デコイ発射機2機。PASEONS 海上システムなどが搭載されているみたい。なお、C4ISTAR としてリンク P 戦術データリンクや A 公式の CAPTAS に可変振動ソナーなどが搭載されるとして公表されているが、こちらも CIWS や VLS と同様に後日装備とされているらしい。このホセリサール級フリゲートに対して、そのベースとされている仁川級フリゲートは、満載排水量3090トン全長114無最大幅14無乗員120メート一回り大きい艦体を持ち、機関方式がディーゼルエンジンとガスタービンエンジンが混載されている CODOG 方式である点が大きく異なり、主機として MTU-20V956TB92 ディーゼルエンジン2機と LM2500 ガスタービンエンジン2機によって出力58200馬力を得て、最大速力30ノットを発揮するぜ。また、兵装には主砲として62口径5インチ単装砲一門を搭載しているのは同じであるものの、近接防御としてはアメリカ製のファランクス 20mmCIWS1 機と RAM ブルク、1機サム21連装発射機1機を装備している点が異なるが、艦対空ミサイルを装填するための VLS は装備されていないな。ちなみに従来の韓国海軍艦艇の CIWS にはオランダのシグールが開発した 30mm 口径のゴールキーパーが搭載されていたけど、仁川級ではアメリカ海軍のみならず日本の海上自衛隊護衛艦にも搭載されている 20mm 口径のファランクスが採用されているね。その他の兵装として海星 SSM4 連装発射塔2機と3連装単魚雷発射艦2機を搭載し、
艦載ヘリコプターとして AW-159 哨戒ヘリコプター1機を搭載している点はホセリサール級と共通なんだ。今回のバリタ艦では、ホセリサールが艦対艦ミサイル改正を発射して 36km 先に設定された目標に命中させたとして、韓国メディアが韓国製のフリゲート艦から発射された韓国製の艦対艦ミサイルが見事な成果を収め、韓国の艦艇建造能力と武器統制能力が優秀であることを示したとして大きく報じているよ。またホセリサールを建造した現代重工業のチュウォンホ特殊戦事業代表もまた、今回の演習結果は韓国の艦艇建造力と艦艇運営ノウハウが、友好国の海軍戦力発展に寄与した事例であるとして、韓国の防衛産業の国際的信頼と競争力を一層高めると話したことも伝えられたな。現代工業ではフィリピン海軍にこのホセリサール級フリゲート艦2隻の他にも、哨戒艦2隻と沿岸警備艦6隻の発注を受けて建造を進めている上に、フィリピン海軍との間で売却した艦艇のメンテナンスや補修サービスを実施する契約を締結していて、それらに必要となる部品の供給だけでなく現地の整備体制への支援や教育などのサービスを提供する契約を結んでおり、フィリピン海軍と緊密な協力体制を築いているぜ。韓国海軍では現在この2側級フリゲートを6隻保有しているが、現在では韓国が開発した VLS-16 セルが搭載されている8隻のテグ級フリゲートを主力として運用しているね。しかし、テグ級の複数の艦において推進軸とベアリングが干渉して破損し、オイル漏れを起こす欠陥があることが明らかとなり、破損した部品を新しいものと入れ替えても最大速度を出せない状態が続いたことで設計上の問題があった可能性が指摘され、後継フリゲートとして中南級の開発を進めているみたい。これまで何かと欠陥が多いという指摘がされていた韓国の装備兵器だけど、ここ数年は世界で韓国製の装備を導入する国が増えているんだよね。先日はポーランドが韓国製の多連装ロケット砲システム系2000車系9自走榴弾砲 FA50 戦闘機などを大量に購入するなど、世界的に韓国製の兵器への関心が高まっており、韓国側の兵器輸出に対する設計変更や、現地生産などへの柔軟性が評価されているものとみられているよ。またジェット戦闘機の分野においても開発当初は第5世代ステルス戦闘機としてアピールしていた、韓国航空宇宙産業 KAI が開発を進める KF-21 トラメについては、第5世代ステルス戦闘機のステルス性能を高めるために必須とされている、胴体内にミサイルを格納してレーダーによる反射波を軽減するための開閉式ウェポンベイがないことから、2023年10月17日から韓国のソウル郊外のソンナム市にあるソウル空軍基地で開催された、ソウルアデックス2023などのイベントでも、また開発元の KAI の公式サイト上でも KF-21 をアメリカのロッキード・マーティン社製の、F-16 ファイティングファルコンを韓国向けに改修した KF-16 よりも高性能な第 4.5 世代戦闘機であるとして売り込んでいるな。これは KF-21 を何が何でも第5世代と強調するよりは、現行の第 4.5 世代戦闘よりステルス性能を高めた戦闘機として、高価な第5世代の戦闘機を導入できない国々への売り込みを図っているものとみられているぜ。そして、フリゲート市場においても、現有フリゲートの後継艦の選定を進めている、オーストラリアに対して導入を狙うあからさまな動きを見せていて、韓国企業がオーストラリアの造船企業の買収に動いているとの情報があり、もしこの買収が成立すれば、オーストラリア政府が国内での建造による雇用創出を望んでいる現状から見て、汎用フリゲートの受注競争において韓国大きく有利な立場に立つとみられ、また現代重工業もオーストラリアの GE エアロスペースと輸出向け艦艇に最適化された推進システムの共同開発で、合意したことが伝えられるなどオーストラリアとの協力体制を構築しつつあるらしい。オーストラリア国内のシンクタンクなどは、オーストラリア海軍の次期フリゲートの候補としては、日本の最上型護衛艦が有力候補であると見ているけど、韓国はオーストラリア軍の装備品開発に関わった実績がある分、日本よりも有利であるとして、装備品輸出の実績が皆無である日本が不利と指摘しており、
オーストラリアの次期フリゲートに韓国のフリゲートが選ばれる可能性が高まっているとの見方も出ているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。